改めてご報告をさせていただきます。私はユーラシア国際映画祭の代表理事をしてます増山玲奈と申します。今回ですね、ロシアに映画を持っていくことができました。でどんなことをしてきたかということを YouTube をご覧いただいている皆さんも含めて、ちょっと、ご覧いただきます。何の映画を持ってったかと言いますと、日本を代表する、ね、これで出てくるかな、あらちょっと待って、ここのページがなぜ出てこないのかな、ちょっと待ってください。どんこれで今見えてますね。はい、日本から7本の映画を持ってきました。あ、ちょっと待って、音を聞こえるためには一回これちっちゃくして共有する、一回ごめんなさい、これを共有するときにですね、コンピューターの音声っていうのでやります。はい、7本の映画を、持ってきました。どんな映画を持っていたかをまずご紹介させていただきます。あ、これ音がか、ちょっと待ってください、今オンライン用に会場で音が出なくなってたので、これでこう、これでちょっと、あ、どうしてみようと思います。じゃあ、わかった、今度は私の音がメインだから、スマホの音を切ってこっちです。はい、はい、これでごめんなさいね、ごめんなさい、これをこっちを倒して、コンピューターの音声でやります。はい、7本の映画を、持ってきました。どんな映画を持っていたかをまずご紹介させていただきます。
と音聞こえないで、音聞こえてなかったですよね。はい、聞こえてなかった。すいませんでした。じゃあ大変申し訳なかったんですけど、じゃあここから音を聞こえる形でやっていきます。さっき解説をしてたんですがすいませんでした。でも、じゃあここでこうすればダブルで PC と音を出せます。でこれは向こうの、あ、なんと、開幕が現地で映画祭が開催することが決まったのが22日前だったそうです。なので直前まで、開催されるかどうかということが明らかではない状態でのスタートでした。でもすごく頑張って日本映画を紹介してくれました。はい、すいませんでした。じゃあ大変申し訳なかったんです。これは展覧会も同時に行われました。今回私たち日本の映画は、この映画上映野外映画特別な野外上映館というところとこの美術館の2つの会場で上映されました。これは現地に行ってくださった、西川茂さんなんですけれども、日本人として、唯一この会場に行って、日本人というだけではなく外国人の方として唯一この映画祭に参加をしてくれました。背景にあるのは私の、絵です。私は今回、ロシアの国立美術館で絵の展示も同時にさせていただきました。西川アレキサンドラさん、モスクワで配給をしています。配給のプロフェッショナルである西川アレキサンドラさんにも、会場に行っていただきまして、私たちの大切な作品を持って行っていただきました。こういった形で美術館で、侍のアクションも、西川さんにしていただくことができました。でどんな様子だったかっていうのも、ちょっと簡単にお見せしますね。ですね、これですね。この様子は実はロシア全土に放映されました。西川アレキサンドラさん、これが西川さんが現地で、やってくれたオープニングのパフォーマンスです。日本映画上映の前にまずこれが昼間にありました。日本映画上映は夜だったんですね。1日目、開幕式の翌日の1日目の様子です。でこういった形で現地で、上映を、この常時こう私たちの予告ムービーも流れるようなそういった空間の中で展示が1週間行われていました。でこの展示の様子はサンクトペテルブルグのロシア全土のテレビニュースにもなりました。でまたこの展覧会の、今薄く後ろで流れている楽曲を提供してくださったのはマッキーリズムさんになります。マッキーさんはこの展覧会開催の、ご寄付もしていただきまして、この場をお借りして感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。でこういった形で、静かに音楽が流れる中でコンテンポラリーな雰囲気がありながら日本の侍がアクションするというようなことがありました。で今回本当に改めてありがたいなと思っているのはプログラムをかなり削っての映画祭となりました。ですので、日本映画を上映してくださいましたが、ロシア の, 予定されてた映画や、パフォーマンスの演目が、こうちょっと減っての上映だったそうです。13個予定されてた演劇やコンサートのパフォーマンスが7個に減って、そして、上映についても本数が減っての上映だった中で私たちの作品を上映してくださいましたセルゲイ・ノボジーロフ、プロデューサーアムールの秋映画祭の皆さんに改めて感謝をしたいと思っています。であともう一つはですね、じゃあちょっと写真をどんな状態だったのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。
まだ写真がですね、整理が全部できてなくて、そのままの感じなんですけど、許してください。ごめんなさい。で、この同じ14日に、日本映画の上映もありました。ちょっと待ってくださいね。で、どんな状況だったかと言いますと、まず感染の恐れがあるということで、コンペティション部門の作品以外はですね、野外上映になりました。どんな上映会場だったのかをちょっとご覧いただきます。これがそうかな。あ、これがその、室内の方のコンペティションの部門。の作品は映画館の中でこのように行われました。ただ例年は、舞台挨拶がかなり長くあるんですが、ほとんど舞台挨拶も、会場では行わないという形での、映画祭だったそうです。で、日本映画の方ですね、この日本映画は、14、15、 2日間にわたって行われました。これはロシアの方の映画ですね。ちょっと待ってくださいね。これが我々の歳三の刀を上映していただいた時の映像なんです、写真ですけど、こんな感じで上映をちゃんとしていただきました。で、どんな会場だったかは多分この前、歳三の前、この辺りかな、この辺りが、あ、この次かな、ちょっと待ってください、歳三の次、これが、すいません、ちゃんと整理してなかった、ごめんなさい、ここら辺かな、影になっちゃった、あ、ここが日本映画上映してくれたスペースが見えます。こんな感じでですね、感染を配慮する形での上映だったので、野外展示でした。野外での、上映特設会場を作っていただいて、毎日プログラムを組んでくださって上映をしました。この、なんだろう、これは。これかな？これですね。で、ここで西川さんたちが挨拶をしてくれました。で、ありがたいことにですね、こんな風にすると大きく見えてます？これ見えてますか？あ、会場しか見えてなかった。じゃあ最初に、こんな形で、ここが日本映画を上映していただいた会場です。向こうの、大きな、美術館、劇場の前に臨時スクリーンと、劇場の上映、大きなスクリーンを置いて、野外の上映でした。野外なので時間が夕方からのプログラムとなりまして、2日間にわたって上映をしていただきました。で、上映の前にはこのように歌手の方の歌があったりですとか、また、日本映画が上映するということで、こういった現地の武術少年たちの、演舞も行われました。そう、これを見て改めて、へえと思ったのは、アムールというのは決して都会ではないんですけれども、そこでも日本の武術を愛するロシアの方々がいらっしゃって、そして日本映画が上映されるということで、こういった演舞を披露してくださったということです。先ほども申し上げた通り、こういった演舞も含めて、13のプログラムを7個に減らしての中、その日本映画を上映するという中で、柔道の時間も作っていただいたということを改めて感謝を申し上げます。で、歳三の刀頑張らなきゃなっていうことを改めて思いました。こんな形で子どもたちも見に来てくれていました。着物着てる、あ、着物みたいの着てる方もいますね。なんか嬉しいね。そう、現地の方で着物を着てくださってる方もいました。何か私たちもお礼の手紙とか送らなきゃいけないんですね。で、ここにいらっしゃる方がブラゴベシチェンスクの日露協会の会長さんです。最前列で見てくださいました。
この日本映画を上映、こんな形の会場でした。柔道の時間も作っていただいたっていうこと、改めてで、まあ、ちょっとソーシャルディスタンスを空けながらという形でした。でこの方が、ロシアの映画祭のパートナーであるセルゲイ・ノボジーロフさんです。この、パンデミックの中22日前に、アムールの秋映画祭開催が決まったっていうことで、この時はモスクワで涙が出たっていうことをおっしゃってました。着物を着てくださってる方もいました。東京国際映画祭が10月にありますけど、何かこういった文化交流を一つ一つこのコロナの中でも積み重ねていってるっていうことを、感じまして、しっかりこのロシア側の思いに応えていい映画作らなきゃなと思いました。で今日はですね、西川さんはちょっと時間として今日は、オンラインでのつながりは難しいんですけれども、現地から西川さんからも、たくさん写真もレポートも送っていただきました。でじゃあちょっと共有の一瞬、こんな感じでしたっていうことと、で、こういう形で監督の挨拶も、これは、井上雅樹監督ですけれども、挨拶も流してくれました。あ、今こんな感じでした。で、ですね、西川さんから送っていただいている、映像もちょっとお見せしますね。西川さん、ちょっと待ってください。あ、何か質問がありますか？先に失礼します。すいません、一旦失礼します。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、お疲れ様でした。増山さん、報告ありがとうございました。一旦失礼します。はい。タチアナさんも翻訳をしてくださってありがとうございました。はい、いいえ。はい。はい。では、後ほど、はい。じゃあ、ちょっとメッセンジャーで。はい。はい。はい、ちょっとやりとりをさせていただきましょう。はい、ありがとうございました、はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。先に失礼します。お疲れ様でした。マリエさんたちも何かご質問があったら、ぜひ教えてください。これは西川さんが送ってくださった写真ですね。こういう形で向こうでパンフレットを作ってくださって、その中に日本映画のこともこういう形で紹介してくれてます。ありがとうございました。これ9月のもう1週間前ですね。9月13日から20日まで開催されて、で、ちょっと絵の個展の案内も、はい、なんとですね、ありがとうございました。お疲れ様でした。なんだ。先に失礼します。お疲れ様です。こっち、あ、消しちゃったかな？どうだろう。消しちゃっているかもしれない。どうだ。あれ？消えちゃった？消えてない？あれ？消えてないですよね。まだいた？あ、まだいました。すいません。はい、なんかこれと、あ、買ってくれた絵はね、売れなかったんですよ。売ってはいけなかった。あ、そうなんですね。展示だけでした。というのは現物ではなく、ポスターの絵は売っちゃいけないんだって、なんかロシアで。で、じゃあこの西川さんが送ってくれた写真をなんとなくパラパラ見て雰囲気を感じていただきましょう。これはこれが上映の様子ですね。音があるかな。こんな形、夜、これは今関監督の「レンレンドーファー」のオープニングかと思うんですけど、そうですね、野外、これ大島ハコさん、こんな形で、ご覧の通り幸せに満ちています。ですがこんな笑顔になるまでにはそれなりの時間が必要でした。この人はあやさん、こんな形で上映をしていただいてますね。建物がギリシャ宮殿みたいな、その、向こうの劇場ですね。
劇場の前に特設会場を作って上映してくれました。こういう感じですね、明るい時に見ると、うん、本当はその中でやる予定だったんですか。うん、本当は普段は映画館を何個も使ってやる形だったのを、今回はコロナで室内はその、なんというかあのコンペティション部門っていう正式にロシアの中で、賞が出る形の13作品のみで、他は全部ロシアのものも含めて、野外での上映となったそうです。こういう感じでした。でさっきのこれは、あ、で剣道の子もいたらしくて、はい、西川でございます、こんにちは。で剣道の剣道をしている若者たちアクターさんたちも、私が少しインタビューし用意しあの準備してくださって、はい、各場所アンドレさん、そうですね、防具も着て、なんかこういう子たちがあの星蔵の方の楽しみにしてくれてるんだなっていうことが分かって、ちょっと交流したいなと思いましたね。でちょっとパラパラいきますね。でこれは何だろう。でこんな風に一緒に演舞したりとか、これは上映の様子で、で花束もらったりとか、あとこんな風に、あとこれは合わせて、向こうでいろいろ行われてたポスターとかの様子ですね。演劇も一緒にされてて、で、レッドカーペットはなかったけど、街の中はそんなみんなマスクっていう形でもないみたいね。で、お散歩したりとか。で、最後、花束もらったりとか。全部はちょっと難しいかもしれない。これがあれですね、さっきの美術館の様子ですね。で、あ、これはパーティー、オープニングパーティー。土日はこんなパーティーもあったみたいね。みんなで踊ったりしてたみたいですね。そう、陽気ですね。あ、一緒に西川さんも踊ってますね。で、あと、着物ダンス。これはそのパーティーの様子で。開幕式が結構盛大だったので、開幕式の様子もちょっと見てみようかな。先生、もうそろそろ。これがソロケンが見た桜ですね。ちょっとパラパラと。はい。これ。素敵ですね。なんか野外で見るっていうの。そうですね。開幕式の写真、もうちょっと前かな。どうかな。ちょっと開幕式が、でももうそろそろちょっと遅くなってきたので、ちょっと、これ女優さん、モスクワから、で、この時はソチでも展覧会があったみたいですね。映画祭があったみたいです。もうすぐ、多分もうすぐ、初日の開幕式の、これが初日のレッドカーペットじゃないけど、みんな集まってる時の写真で。あ、これが開幕式ですね。で、こういうふうにソーシャルディスタンスを、開幕式かな？ソーシャルディスタンスを開けながら、一人一人の間に風船とかが入る感じで、こんな形でしたね。で開幕式もですね、普段はすごくあの住民の方が駆けつける感じなんですけど、なんとこの日は一般参加者が来れなかったんです。でその代わり現地で、リアルタイムでこの開幕式の様子をテレビ放映したそうです。でいろいろあのモスクワから来られたあのスターの方たちもステージに出られたということで、この映像新聞っていう新聞と、あとユーラシア協会さんの新聞で私も報告を書かせていただくことになっているので、またあの改めて報告したいと思います。何か、あ、これがセルゲイさんと、うん、でなんか食レポもしてくれてますサラダ、お食事がすごく
味もグッズ、もうすぐ飲んでみます。ちょっとあんまり音が聞こえない、こんな感じですかね。今はい、じゃあちょっと共有を終えて、何か質問とかがあればありますか？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。大丈夫です。はい。ちょっとまた報告を記事でもあげようと思うんですけれども、はい、あの、皆さんの、メッセージもちゃんと放送されたので、それは良かったなと思います。で、また、各映画に対して、セルゲイさんたちが賞状を出してくれるということで、今日本のそれぞれの作品について、賞状を、作っていただいてますので、それが届きましたら改めて皆さんにあのお伝えしたいと思います。ありがとうございます。ちょっと引き続き歳三の刀の、準備がありまして、そこを取り組んでいきたいと思います。実はですね、昨日ニュースになりましたが、今オーディションをしてまして、これをちょっと最後 YouTube でも流れているのでニュースに出てるんですけど、ニュース東京新聞でこんな形で玉版だけど全国ニュースにネットで見れるんですよ。こういう形でですね、今この歳三の刀について近藤勇役を募集してるということで、今東京新聞さんに記事を出していただいてます。で、多分ですね、取材がこれ私なんですけど、はい。で、歳三の刀ってこれ多摩地域から世界に発信するよとか、近藤勇さん、そしてあの他にも、いや、あの、辰巳さんが出たり加藤登紀子さんが出ますよということと、10代後半の近藤土方役、10代20代の新選組剣士の役ら、20人を募集しているよということで、現在オフィスアットマークユーラシア -.com の方で、あのオーディションを募集してます。他にも武術雑誌秘伝というところでも告知していただいて、多分ですね、明日か明後日朝日新聞さんにも稽古の様子と一緒に掲載される予定になってますので、ぜひ皆さん、応募の方をお願いします。今各新聞に載ったらやっぱり効果があって、あの各芸能事務所さんからも、うちからもちょっとあのオーディション出しますって言っていただいたりですとか、あのいろんな方から今ご連絡をいただいて、実は今日この後もですね、あの会うんですよ、そのキャスティング候補の方っていうことで。でも基本的には書類を送っていただいて、で10月18日の午後に書類審査通った方を、新宿の住友ビルの38階にあります映画を一緒にパートナーとして作っていただいている KYI さんの事務所で、あの他廷の動きも含めて、オーディションをしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん我こそはと思われる方は応募の方をぜひお願いいたします。あとは、せっかく私たちが撮った歳三の刀の予告編も最後見せてみようかしらということで、ちょっと待ってくださいね、これかな、待ってください、どこ行っちゃう、こっちです。で現在いろんな形で、どこ行ったかな、歳三の刀の予告編、これですね、これマリエさんも、これは、あ、ちょっと待ってくださいね、これが先日一緒に撮らせていただいたもので、この時の様子が次の雑誌秘伝にも載ります。研究者の、今日はこの時いただきます大島箱です。今回はロシアに行けなくてとても残念なんですけど、時間がたっぷりできたということで準備がしっかりできてとてもいいものを作っていきたいと思っています。ありがとうございました。エタトフェルイストリーチャスカイファンタジー明日のバンオイエンラッカスで年と
ことにボエハロビラシュスネテルペニエムジジョウムシュオムステネスサムライアミスルスキミアルチョーレアミイインペラートロム佐野千代役を演じさせていただきます辰巳麻里絵と申します。今年はロシアに伺うことができずとても残念ですが、一日も早い収束を祈り、そして撮影そして上映ができるよう私たちも精一杯頑張りたいと思います。日本の友達、я очень рад, что у нас такой активный человек есть, как Рена Мацуяма. Мы верим, что благодаря энергии все произойдет. Можно говорить, да, Рудим? この方が、その方なんですが、あの、主演のマクシムさんに、マクシムさんの映画をもうすぐインタビューしますね。реализации нашего совместного с японцами будущего проекта под названием «Мечта Синдзе». И мы верим в Рене, мы верим во всех ее партнеров, мы верим в нас, мы безусловно верим в то, что проект будет реализован. Надеемся, что все скоро, нормализуется. И мы будемこんな形で皆さん の, あの撮影させていただいた挨拶も先ほどの野外劇場で上映をしていただきましたので、この場をお借りしてご協力いただいた KYI さん、そしてあの参加、撮影に参加していただいた皆さん、ありがとうございました。あと何か質問があればどうですか、会場とオンラインと。最初にあれ18って書いてあったのは、その18回目の国際映画祭っていう意味ですか、そうなんです。18回目の国際映画祭、国際というか基本的には私たち以外はみんなロシア人で、この映画祭は国内映画祭なんですよ。だから外国人は西川さんだけだったの。本当に特例っていうか、ロシアの映画も上映を削ってる中、こういった形で今見ていただいたように、空手とかいうことも含めて、してくれましたので、本当にありがたいなと思っております。あとはそう、18回目になるんですね、映画祭が。じゃあちょっとこれをアムールの秋のオフィシャルページにいろんな様子も載ってるから、これもちょっと見ますか。でもちょっと遅くなっちゃったからもうそろそろですかね。でグランプリはこの作品っていうのをお見せしましょうね。この映画館の中でやった、でも舞台挨拶はなかったこの作品の中でグランプリはこの、アンドリュー、アンドリューなんだっけなちょっと待ってください、アンドリュー・ツァイさんっていうちょっとね、東洋系の監督さんの作品がグランプリになりました。この方がグランプリを取りました。どんな作品なのかちょっとぜひね見てみたいなと思うんですけど、今年はロシアの映画祭が日本ではないので、来年ぜひ見たいなとか、ちょっと 見れないのかなっていうのは、あのアムールの映画祭に聞いてみたいと思います。こういう形で開幕式で賞が贈られました。で、こういったね、コロナで大変な中工夫をしながらの開催でロシアの方々とつながれたっていうことはなんか嬉しいことだなと思います。すごいことですよ。そうですね、初めて18年で初めてレッドカーペットがなかったそうですね。こういう形でした。本当ですね。なんか これが、ちょっと待ってくださいね、このあれちょっとちょっとこっちは消してすいません、今
ロシアのニュースも見ようと思ったのですが、ちょっとどこ行っちゃったかな。みくこさんが8時半ぐらいに銀座に着いて顔出すと言って、あ、本当ですか。じゃあちょっと配信ちょっと一緒にいただいて申し訳ないんですけど、これがアムールの秋の映画祭にテレビ放映も結構されて、これもちょっとじゃあ見てみようか。Сколько долго мы будем наслаждаться багряной порой, предсказать сложно. Зато абсолютно точно известно, что в нашем полушарии астрономическая осень официально наступит в ночь на среду. А другая, амурская осень, уже завершилась. Речь о фестивале кино и театра, который проходил в Благовещенске. Все подробности узнаем у нашего с нами. Из Благовещенска вы абсолютно правы. Накануне завершился 18-й открытый фестиваль. Скажу, что несмотря на пандемию, на последствия пандемии, все строгие предписания Управления Роспотребнадзора по Амурской области все-таки показы как кино, так и антрепризных спектаклей прошли с небывалым зрительским аншлагом. Конечно, соблюдали последние здания, которые находятся... Интервью и тексты, которые говорили реальные заложники Нордоста, образ главной героини, он собирательный, из двух женщин он его составил, и, ну, как бы, это вот его, так сказать, вымысел. Кому же в итоге улетели золотые журавли, награды фестиваля? Основным победителям. Итак, фильмов, то жюри под председательством заслуженного артиста. Касается конкурса полнометражных фильмов, то здесь... ごめんなさいね。この中でアムールの方から送られてきた、あ、こんな感じの写真もあるかな。こんな開幕式にパフォーマンスがありましたよとか。で、開幕式の司会は私たちのこの歳三の刀のロシア側主演のマキシムさんが開幕式の司会を、担当されてました。で、ロシアの中でも8月からこの映画祭っていうのは徐々に、開催され始めたところではあるんですけれども、こういった形での大きな映画祭というのはまだ非常に稀で、ソチなんかでも行われたそうなんですけれども、このどこまで何ができるのかっていうのを試行錯誤の中の開催でした。で、考えてみると日本で加藤時子さんが、コンサートをね、文化村でされた時に見に行ったんですけれども、この歳三の刀のチームってすごいなって改めて思って、というのは加藤時子さんは日本の国内で初めて大型コンサート開催された方も一緒に映画を作らせていただいて、で、これ今見れるかな、これ見れないかな、このテレビでも放映されたんですけど、なんか見れなくなっちゃってるかもしれないですね。どうだろう、あ、見れそうですね。Коллеги, доброе утро вам и всем телезрителям из Благовещенска. 18-я амурская осень вовсю продолжается. Погода над Амуром пока что прекрасная, так что здесь, в Благовещенске, амурская осень, мы заметили, что наша любимая Нишикава-сан, расскажу еще о двух заметных и интересных мероприятиях, которые прошли в рамках фестиваля «Амурская осень». В уникальной старинной купеческой усадьбе на набережной Благовещенска в доме Иннокентия Котельникова состоялись презентации сразу двух выставок. Первый – это работы журналиста-режиссера и певицы Полины Ольденбург. Напомню, что Полина стала обладательницей гран-при прошлогодней «Амурской осени» со своим фильмом «Ad libitum». В этом она уже вернулась в Благовещенск в качестве члена жюри конкурса короткометражек и заодно привезла свои картины.
Здесь представлены, в общем-то, портреты людей, которые, которых я считаю героями своего времени. Это Будда, Земфира, Цой и Фрида. Ну и есть еще безымянные люди, конечно, которые... Ну, что значит моего времени? Мы же все вневременные, так скажем. То есть люди, которые мне близки, интересны. Другая выставка уже японская, самурайская радуга. Экспозиция стала премьерой грядущего совместного российско-японского кинопроекта «Меч Ташиза». Фильм, готовящийся к производству, рассказывает о самом могущественном самурае Японии, который 150 лет назад приехал в Россию. 歳三の刀でも現地で出演していただこうと思っております。 なのでこういう形で結果歳三の刀の出演者の方がロシアでテレビに全土で NHK みたいなものらしいんで、結構あれだけ出るっていうのはすごく大きいことだなと思ってまして、事実私の展覧会も次ジョージアで決まっちゃったかもしれない。おめでとうございます。すごい。ロシア語圏でちょっと今すやまるなの映画あるのみたいな感じで、今度ジョージアの歌姫が11月12日にオンラインで中継するんだけど、 彼女に言ったら、わあ、じゃあ今度ジョージアでもやってよってニュースのこと言ったら、あ、どうもありがとうというわけで、ありがとうございました。じゃあちょっとね、オプションじゃないけど、今日はね、何してたかっていうとね、今日はね、こんなことしてたんですよ。稽古もね、ちょっとね、続いてまして、これ私のフェイスブックに今動画上げたんだけど、 なんとね、皆さんこの方ご存知ですか？誰だ？そうそう、紅白にも出てた。ブッチーさんも事務所で新聞見てくれて、私一つ前の映画ご一緒したんですけど、なんかいいなとか言って、今日来てくれて、今日は、 そしたら天然理心流の方々も自分たちもちょっと出たいなみたいな、だから武術シーンでちょっと出ていただくんですけど、ただ武術だけじゃなく演技もちょっと練習しようかということで、今日はプロの俳優さんとこう武術家の天然理心流の代表が自ら来てくれて、オーディションに出ることになりました。そうで、オーディションに向けて演技の稽古なんかしちゃって、ちょっとみんなじわじわやる気になってますね。このね、監修は実は NHK で近藤勇役1回やってるんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。今回はされないんですか？ 今回は近藤勇役っていうのはちょっと今考えてないですけど、ひょっとしたら修介の役とか、この形でやろうかなとか。で、そしたらプッチーさんたちも入ってくださって、今いろいろ芸能関係者の中で歳三の刀が熱いみたいな感じになってきてるかもしれないです。なので、だんだん盛り上がって、 で、私もなんか妥協したくないなという気持ちに今なってて、バッチリの方に演じていただきたいなと思ってるんで、佐藤さんも今度、ちょっとお仕事のね、様子を見ながら、18日は難しいということなので、16日に、この一般の方じゃないキャストたちの武術の稽古あるんですけど、なんかそこにもし、ね、顔出していただけたら。はい、よろしくお願いします。はい。 若駒さんで、立て指導されてた俳優さんも今日来てくださったりして、なんかこう歴代の大河ドラマにもいろいろ出ておられた日本の、武術家、武術役者さんの世界とかいうのも学びながら、一方では金田さんはまだ26歳で、周りにいる10代20代の若い子たちともなんか一緒にものを作って、なんか楽しいなっていう感じがしてます。 で、まだ脚本も、いろいろ各地からこうしたらいいんじゃないというアイデアも盛り込みながら、まとめまして、 11月1日には日本のカンパケをロシア側に納品しなきゃいけないという締め切りになってますので、それに向けて、台本すでに読んでいただいた方は、ご連絡いただいて、こんな風にしたらいいんじゃないかとか、マリエさんもぜひ、 自分のシーンもっと増やしてとか、なんか、ちょっと減っちゃってましたよね。なんか、自分の、印象とか、もっとこうしたらいいんじゃないかとかいうことがあったら、ぜひ教えてください。はい。
あの、はい、函館のシーンは現在、アイヌ団体の NPO の、うん、方にあの、確認をしていただいて、役柄もこうアイヌの方を配慮した役名にしようとか、その表現も、もっとあのこうした方がいいんじゃないかとか、その女性が剣を持つというのはアイヌの文化でありえないらしくて、なのでその金田さんのキャラクターをちょっと変えなきゃなとか、いろいろ水面下であの、調整をしております。というわけでこんな形で進めていますので、オーディションぜひぜひ皆さん応募していただいて、いい映画ができたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ロシア側の今の約束としては、来年の春4月にクランクインをしようということで動いています。来月からはいよいよ渡航制限が一部日本でも、解除されるという報道がありました。でロシアは世界でもいち早くワクチンを作っている国ですから、私としてはぜひロシアと日本の国交というか交流が、一日も早くあの復活して、撮影に向けた具体的な準備をしていきたいと思います。皆さんからお預かりしています、今オーディションの資料、ロシアのアンドレイ監督さんとも共有をして、役を決めていきたいと思っておりますので、あのいろんな年齢のいろんな役がございますので、ぜひこの映画出てみたいなっていうふうに思われる方、そして芸能事務所の皆さん、ご連絡いただいて、一緒に作品を作りたいと思います。そしてスポンサー企業様も募集しております。あまりにとてつもないから最近大丈夫っていう感じで、いろんな方に少しずつあの応援をいただいているわけですけど、全然まだ足りてないんで、ぜひあのスポンサーになってもいいよという企業の皆様、個人の皆様、なんと、もう一つモーションギャラリーというところでクラウドファンディングもあと1ヶ月あの行ってまして、今まであんまり PR できてなかったんですけど、やっとレディー4のリターンを送り終えたから、あのちょっと正々堂々 PR していきたいと思います。どうぞ。 あともしマリエさんの CD がまだうちにあって、はい、あの、リターンとして加えてもよければ、はい、加えさせていただきたいなと思うんですが、はい、大丈夫です。その方にメールして、はい、ありがとうございます、はい、本日は佐藤さんも、参加していただいてありがとうございました。ありがとうございました。最後記念撮影、あ、そっか、ここ一緒に、じゃあ一緒に会場で、はいはい、頑張りましょう。はい、一般の方はあのもちろんエキストラに応募していただいてもいいですし、セリフとかは経験ないけど映画関わりたいなという方はあの1万円の、応援をいただきますと、このどこかのシーンでエキストラ出演できるよということもありますので、ぜひ、星蔵の方のオンラインページからもご予約いただけます。はい、 T シャツもあります。 T シャツがまだネットで買えるようになってなかったのもなんとかしますので、各サイズありますので、ぜひ、仲間になってください。あ、今日マリエさん来てくださって、はい、来ております。嬉しい。あ、すごい。来ております。頑張りましょうね。なんか、ね、いろいろと、ね、皆さんこれで。あ、そう、しかも今日松坂屋にも行って。あ、そうだ、そうだ。あ、報告もしましょうか。じゃあ、なんかもう疲れましたよね、でもずっとで。ね、大丈夫ですか。あの、今日はですね、諸星先輩、なんとですね、歳三様がリアルで働いていた上野の松坂屋の、あの OB 様でいらっしゃいまして、本日、業務推進部長の、はい、えんやさんとね、はい、お会いして、えんやさんに私紹介をいただきまして、ご紹介をいただきまして、何か歳三の方とコラボできたらいいなっていうお話などもさせていただきました。楽しみですね、はい、はい、400年続いてるそうですから、松坂屋さんは。なんだかこの映画を作りながらフィクションファンタジーではあるんですけれども、実際に天然理心流の館主がオーディションに出ちゃったりとか、すごい、なんかこうリアルな方々と一緒に作っている。そして本当に、土方歳三が11歳の時に奉公していた
松坂屋さんともこういった形で出会いさせていただいて、なんか歴史と現代とリアルが混ざっているような不思議な感覚です。でなので歴史も学びながらロシア語も学びながら皆さんと一緒にいい映画作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。 YouTube 登録もぜひお願いします。やっとこさしております。ありがとうございます。私はマリエさんのなんか読み聞かせとか拝見。ありがとう。コメントありがとうございました。はい、一緒にね発信をしてまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。本日の放送、株式会社 KYI さんのご提供でお届けしました。株式会社 KYI さんはチェアサポートっていう配信のブラウザを運営してますので、ぜひ皆さん登録の方お願いします。これからチェアサポートロシアもできるんですよ。はい、そこでもうロシア側の契約書にそこも含めてチェアサポートを日本とロシアで一緒に盛り上げて、会員登録を増やして相互に、そしたらね、いいねとか送金とかし合えるんだよね。ポイントとか花束とか送れるような感じで、そのネットも超えて国境も越えてみんなの心をつないでいきたいと思いますので、ぜひあのね、都市蔵の方の仲間になってください。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ朝日新聞がいつ出るかなっていう感じで皆さん楽しみに待っていてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。